青い線で示した部分が、フェロメックスの自社路線。緑の線は通行権を持つ路線である。フェロメックスは、メキシコ合衆国における最大の鉄道事業者である。その名称は、ファラオカリルメイヒカーのすなわち、メキシコ鉄道の短縮系である。運営は、メキシコ鉄道グループである。リポーティングマークは GFM。フェロメックスは、 メキシコの経済対策の一環として行われたメキシコ国鉄の民営化の流れの中で太平洋北部を受け持っていた太平洋北部鉄道が民営化されたものである入札においてメキシコの巨大鉱山会社であるグループメヒコが株式を74%をアメリカのユニオンパシフィック鉄道が26%を落札し1998年2月19日に 業務を開始した。全線で 8500km の路線を保有し、メキシコ国内の5つの大都市を結ぶ。また、アメリカとの国境に位置する5つの都市と、太平洋に面した4つの港、メキシコ湾に面した1つの港もその路線網に含まれる。また、メキシコにおける数少ない旅客列車運行路線である、チワワ太平洋鉄道も運営している。フェロメックスは、 自社と共に、メキシコにおける三大鉄道会社の一角を占める、フェロスールの親会社である ITF への統合を模索している。ITF は、グループメヒコの孫会社であり、アメリカで短距離路線や、テキサスパシフィコトランスポーテーションを所有している。しかし、メキシコ政府は、この統合がなされると独占禁止法に反すると、している。この統合提案では、 フェロメックスの路線が4900マイルとなり、メキシコ最大の鉄道会社となる予定であった。2002年、統合が試みられたが、独占禁止法への抵触という理由により、撤回された。グループメキシコ、アバウトアス、オフィス。2008年12月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年3月2日閲覧。 http://biz.yahoo.com/ab/060626/ メキシコレールマージャー html v コール1アバンダンメンツアクイジションズトレインズマガジン 66p15 一瞬004日から0934ありがとうございます